このチャンネルではプログラミングについての動画を投稿してきました。その中でよく再生されているのが Python 関係、特にスクレーピング関係の動画です。どうやら皆さんスクレーピングが大好きのようですね。実は私はほとんどスクレーピングを使いません。理由は3つあります。1つ目はスクレーピングの対象となるウェブサイトがスクレーピングしても良いのか調べるのがめんどくさいということです。ロボットテキストと利用規約のチェックが地味に大変なのですよね。2つ目はスクレーピングしたいと思うサービスは大体スクレーピングを禁止しているということです。というかスクレーピングを許可しているサイトってあるんですかってくらいに見つからないです。3つ目はスクレーピングしたいウェブサイトでは API が用意されていることがほとんどだからです。なので私は基本的にはスクレーピングを使わずにAPI を使って情報を取得しています。こっちの方が確実だし安全ですからね。スクレーピングって使い方を間違えると大変なことになる可能性があります。知っている方も多いと思いますが、よく例で上がるのがこの一件。この件では逮捕された男性は最終的には起訴猶予処分となりましたが、誰しも逮捕なんてされたくはありません。スクレーピングを使うならばちゃんとルールを守る必要があるのですが、先ほど述べたようにロボットテキストや利用規約を読むのってめんどくさいです。そんな時に Python の標準モジュールでロボットパーサーというものを知りました。これはロボットテキストの内容を解析し、そのウェブサイトがスクレーピングを許可しているのかどうかを調べてくれるものです。とても便利そうなので、ちょっと使ってみた感想を今回お話ししたいと思います。よかったら最後までご覧ください。まずは Amazon のサイトを例にしてロボットテキストを確認してみましょう。トップページの URL の最後にロボットテキストとつけてアクセスします。すると Amazon のロボットテキストが表示されます。細かくアロー、ディスアロー、つまり許可、不許可が決められていますね。ロボットテキストをパッと見た感じだと、トップページはディスアローになっていないようです。また、カートのページはディスアローになっています。では、ロボットパーサーを使って、Amazon のトップページとカートのページがスクレーピング OK となっているのかチェックしてみましょう。まずはトップページからです。今回は詳しく説明しませんが、コードはこのようになっています。書いてあるコメントを読めば大体わかると思います。では、このコードを実行してみます。スクレーピングが OK なら True、ダメなら False が返ってきます。True が返ってきました。では次にカートのページを確認してみましょう。フォールスが返ってきました。きちんとロボットテキストの内容を解析しているようです。このようにロボットパーサーを使えば Amazon のような複雑なロボットテキストの内容を簡単に解析することができるようになります。コード自体も簡単なので非常に使いやすいです。しかし、ここで結論を言いますが、スクレーピング可能かどうかを判定するためにロボットパーサーを使うのは個人的にはお勧めできません。理由は2つあります。1つ目はロボットパーサーで正しくロボットテキストを解析できないサイトがあるからです。例として Twitter を見てみましょう。Twitter のロボットテキストを見てみると、フォローしているアカウント一覧はディスアローとなっています。先ほどと同じようにロボットパーサーでフォローしているアカウント一覧のページがスクレーピング可能か確かめてみます。true が返ってきました。ロボットテキストの記述によると、スクレーピングが禁止されているので、false が返ってこないとおかしいです。なんでだろうと確認したところ、Twitter はログインしていない状態でフォローしているアカウントの一覧のページを開くと、このようにアカウントトップへ戻されてしまうことが分かりました。つまり Twitter ではロボットパーサーでスクレーピング可能かどうか確認するためには、プログラムでログインするコードを書く必要があります。非常にめんどくさいです。この時点でロボットパーサーを使わずに、直接ロボットテキストを確認した方が早く、そして確実だと私は思ってしまいました。ロボットパーサーをおすすめできない2つ目の理由は、ロボットテキストでは禁止されていないが、利用規約で禁止されているサイトがあるからです。例えば Amazon の利用規約を確認してみましょう。この部分にこんな記述があります。少し長いですが読んでみますね。この利用許可には、Amazon サービスまたはそのコンテンツの転売及び商業目的での利用、製品リスト、解説、価格などの収集・利用、Amazon サービスまたはそのコンテンツの二次利用、第三者のために行うアカウント情報のダウンロードとコピーやその他の利用、データマイニング、ロボットなどのデータ収集、抽出ツールの使用は一切含まれません。はっきりと明記はされていませんが、これってどう考えてもスクレーピングを禁止していますよね。このようにロボットテキストには何も書かれていないけれども、利用規約できっちりスクレーピングを禁止しているサイトが多数あります。なので、利用規約を読まずに、ロボットテキストの内容だけで勝手に判断してスクレーピングを行うのは結構危険だと思います。じゃあ最終的にスクレーピングが OK なのかを確認するためにはどうすればよいかということですが、私が最終的に行き着いた答えはこれです。ロボットテキストと利用規約をきっちり読む。これしかないと思います。利用規約はどのサイトも結構長いです。それでもちゃんと読むことをお勧めします。こんな長いもの読んでられないという方は、最低でもロボットやスクレーピングなどで検索をかけて引っかかった付近を読みましょう。何かしらのことが書いてあると思います。というわけで今回は Python のロボットパーサーを使ってみたという動画でした。この動画が面白かった、役に立ったと思った方はいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。